こんにちは樋口一夫作大津ごもりの5回目をお送りします石之助とて山村の僧侶息子母の違うにてて親の愛も薄くこれを養子に言い出してあとは妹娘の中にとの相談十年の昔より耳に挟みて面白からず 今の世に感動のならぬこそおかしけれ、思いのままに遊びて母が泣きおと、てて親のことは忘れて、十五の春より不良犬を始めぬ。男ぶり苦みありて、理髪らしき眼差し、色は黒けれど良き風とて、あたりの娘どもが噂も聞こえけれど、ただ乱暴いちずに品川へも足はむくれど、騒ぎはその座切り、 夜中に車を飛ばして車町のゴロが元を叩き起こしそれ酒かえ魚と紙入れの底をはたきて無理を通すが道楽なりけりとてもこれに相続は石油蔵へ火を入れるようなもの寝代けぶりとなりて消え残る我ら何とせんあとの兄弟も不憫と母親父に残言の絶え間なく さりとてこれを養子にと申し送る人、この世にはあるまじ。塗格はありがねの何ほどを分けて、若隠居の別戸籍に、とうちうちの相談は決まりたれど、本人上の空に聞き流して手に乗らず。分配金は一万、隠居淵月々起こして、遊興に席を据えず。父上なくならば親代わりの我、 兄上と捧げてかまどの神の松一本も我が託船を聞く心ならば、いかにもいかにも別子のご主人になりて、この家のためには働かぬが勝手、それよろしくば仰せの通りになりましょう、と、どうでも嫌がらせを言いて困らせける。こぞに比べて長屋も増えたり、所得は倍にと、世間の口より我が家の様子を知りて、 お菓子やお菓子や、そのように伸ばしてたがものにする気ぞ。火事は透明皿よりも出るものをぞかし、僧侶と名乗る火の玉が転がるとは知らぬか。やがて巻き上げて貴様たちによき正月をさせるぞ、といさらごあたりの貧乏人を喜ばして、大晦日をあてに大飲みの場所も定めぬ。それ、兄様のお帰り。 といえば妹ども怖がりて腫れ物のように触るものなく何事も言うなりの通るに一段とわがままを募らしてこたつに両足エイザメの水を水をと老石はこれにとどめを刺しぬ憎しと思えどさすがに義理はつらき者かや母親影の毒舌を隠して風邪ひかぬように小飼い巻何くれと枕まであてがいて 明日の支度のむしりごまめ人手にかけては粗末になるものと聞こえよがしの経済を枕元に見知らせぬ今日はここまでといたしますありがとうございました